デスピナ・バンディはギリシャ人の女性歌手でありギリシャ・キプロスを中心に世界的に活躍している。デスピナ・バンディの初のアルバムは1994年にマイネス EMI レーベルから発売されたジェラムである。このアルバムにはバッシリス・カラスが書いたジャニス・パリオスとの共演曲ツー・アドクサードが収められている。1996年デスピナ・バンディは2枚目のアルバム。 エセナ・ペリメノを発売した。このアルバムには、バンディの友人で後に音楽ディレクターとなったトニー・コンタクサーキスによる、エセナ・ペリメノ、デンペセナ・ヤイ、アガピ、エフィッチスなどが収録されている。1997年は、デスピナ・バンディにとって重要な一年となった。彼女は有名なソングライターのフォイブスとチームを組んだ。フォイブスは、バンディの次のアルバム、 デカ・エンテリーズのための曲を書き、このアルバムはギリシャでプラチナムとなった。デスピナ・バンディとフォイブスとの協力は大きな成功を生み、後に二人の10年間に及ぶ成功を祝って、十郎にアマジを発表した。デカ・エンテリーズの成功によって、バンディは急速にギリシャの音楽業界での知名度を確立し、多くのヒット作を生み出した。同じ年にデスピナ・バンディは、 女優としての活動を経験した。彼女はテレビショーディオ全員でのゲスト出演を依頼された。バンディはこれに応じて初のテレビでの活躍となった。彼女は小さな街の歌手でゲイの主人公の性別を変えることができる人物を演じた。バンディの次のアルバムプロフィティスは1999年に発売され、発売日のうちにゴールドアルバムとなった。 アルバムは間もなくギリシャにおいてトリプルプラチナムとなった。この年にはさらにデスピナ・バンディはライキャベティスのホールにいて7000人の集まる初のソロコンサートを開いた。2000年デスピナ・バンディはシングルアイポフィロを発売した。このシングルはギリシャで 6X プラチナムとなりギリシャで史上最も売れたシングルとなったデスピナ・バンディとホイブスは ヘブンミュージックと契約することを決めた。ヘブンミュージックは、アテナグループが所有する2001年に誕生した、新しいレコードレーベルである。デスピナ・バンディの次のアルバム、ジアは2001年に発売された。21曲を収録する、このアルバムは、発売後11日で、ギリシャにおいて 4X プラチナムとなった。その収録曲の多くは後にイギリシャのみならず、キプロスやトルコ。 レバノンといった周辺諸国でもヒットとなった。その後間もなくバンディはテッサロニキでフリーコンサートを催し6万2千人が集まったと伝えられている。2002年ワールドミュージックアワードによってバンディはギリシャで最もよく売れるアーティストに表彰された。バンディはギリシャ人として初めてワールドミュージックアワードを受賞した人物となった。 受賞スピーチで、バンディはすべてに先立って世界中にいるギリシャ人のファンたちに感謝したい。私はこの賞を長年にわたって愛を持って支えてくれたすべてのギリシャ人のものとしたい。それこそが今私がここに立てる理由だ。と述べた。このジアの成功に続いて、バンディはアンテジアと題されたシングルを2002年に発売し、シングルにはタイトル曲とともに、 ジアのリミックスが収録された。このシングルには、さらに3つの新しいトラックと別のリミックスを収録しており、ギリシャにてダブルプラチナムとなった。ジアとアンテジアを統合したアルバム、ジアアンテジアコレクターズエディションには、それに加えて、さらに未発表のリミックスを収録している。ジアがギリシャ国内でマルチプラチナムとなったのとともに、 その収録曲のいくらかは周辺諸国の市場にも出るようになった。国際的な成功の可能性を見て2003年には本格的に国際市場に乗り出していった。デスピナ・バンディの初期の国際的なシングルジア・オーパ・オーパー・カムア・ロング・ナウは世界各国でチャート入りを果たした。国際的に売り出された初のアルバムは楽曲ジア・カムア・ロング・ナウの名前を取って名付けられた。 ジア、オーパーオーパーはいずれもビルボードダンスチャートにチャート入りし、アルバムジアは最上位にランク入りした。オーストラリアのチャートではすべてのシングルが最上位にランク入りした。デスピナ・バンディはトップ・オブ・ザ・ポップスへの出演も果たし、ジアを披露した。彼女はその死由の最もよく売れた歌手となった。彼女の作品はアーマンド・ファン・ヘルデンやミルク・アンド・シュガー。 ニックス・キッズ、ロジャー・サンチェス、ジュニア・バスケス、ピート・トン、ベース・バンパース、DJ、グレゴリー、レベル K、XTM、ミニマルシック、ハイパスなどの世界各国の DJ やプロデューサーによってリミックスされた。バンディのアルバム、ジアとオーパーオーパーは、BBC ラジオ1のダンスショーにおいて、レコーズ・オブ・ザ・ウィークに選ばれた。2004年の8月、デスピナ・バンディは、 ニューヨークのビトストックフェスティバルにてライブを披露した。デスピナ・バンディの次のスタジオアルバムは、スティン・ワブディとパラジソー2004年の末に発売された。このアルバムは2005年にギリシャにてダブルプラチナムとなり、さらに5曲を追加した特別版として再編されて発売された。追加された5曲の中には、ギオルゴス・マゾナキスとのデュエット曲が含まれている。カティアナ、 バラニカもこのアルバム収録の音楽ビデオクリップにゲスト出演している。特別版はギリシャ、キプロス、ロシア、ウクライナ、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア、トルコで発売された。2006年6月、デスピナ・バンディはアテネのリュカベットス劇場でコンサートを催した。デスピナ・バンディはシングルコリンタをギリシャで2006年11月22日に 発売し、ダブルプラチナムとなった。この曲の音楽クリップは12月19日に公開され、続いて、次のシングル、メリー、マイミーナが発売された。バンディは2006年2月18日にレックスミュージックシアターに手書を催し、過去の彼女の経歴の総決算とした。バンディは妊娠のために2007年にはコンサートを企画せず、 2007年8月21日には男の子を出産した。2007年10月10日、バンディは新しいシングルセロを発売し、すべてのギリシャのテレビラジオで午前10時から同時に放送された。この楽曲はバンディのフォイブスとのコラボレーションの10周年を記念するものである。曲はニールセン、S ラジオ、エアプレイのギリシャのチャートで5週連続で1位を、 記録した。2007年11月16日、バンディはアルバム、ジューローにアマジからの2番目のシングルとして、アルバムと同名の楽曲を発表した。この曲は、フォイブスとの10年にわたるコラボレーションを振り返るもので、ある。アルバム、ジューローにアマジは2007年12月6日に3枚組で発売され、15曲の新曲を収録している。 1>, 1枚目のディスクには8曲のポップス、ロックの新曲と2曲のリミックスが、2枚目のディスクには、内科の7曲の新曲と3曲のリミックスが収録されている。3枚目のディスクには、1曲のボーナス曲と、これまでのバンディとフォイブスによるヒット作、新しいリミックスが、ファンへの感謝として収められている。このアルバムは発売された、最初の週に、プラチナムに認定された。 バンディはドイツのバンドシルレルによる2008年初頭に発売されたゴールドアルバムゼーンズフト収録曲デスティニーにフィーチャリングされた。この曲もフォイブス制作によるものである。バンディは2008年6月17日にマットビデオミュージックアワーズ2008にてシルレルと共にこの曲を披露し、またアイギキアイシリーにも披露した2008年3月6日、バンディは 重ニにマジからのシングル、アガピを発売し、ビデオクリップも公開された。このシングルは、マッド TV チャーツにて6週連続の1位を記録した。2008年4月24日、バンディは、重ニにマジからの4枚目のシングル、ファンタスアプラを発売した。プロモーションビデオは、アガピと同時期に撮影された。2008年6月24日、アルバムは、重ニにマジ。 It's Destiny の名で1枚に再パッケージされた。このバージョンではホイブス制作によるシジュレルの楽曲 Destiny が収められている。再パッケージ版は元のバージョンの1枚目と2枚目のリミックスを除く全ての楽曲が収められている。ありがとうございます。